こうした中、トリニータはマカオのサッカークラブチェンフォン SC と業務提携を結んだことを発表しました。チームの成長戦略の一つとして、九州から近いアジアで指導者や若い世代の選手の交流を図ることなどが目的です。またサッカーだけでなく、大分とマカオでの観光や経済面での交流にも貢献できればとしています。トリニータの価値を輸出していくというか、まあ、そういったところでビジネスチャンスをやはり、多く作っていきたい。マカオのクラブとの業務提携は J リーグのクラブでトリニータが初めてだということです。